吉田屋さ,さんねまあ私はスロットはやらないんですけどもやったことはないんですけどもスロット屋は経営してましただから思うんですけども自分にスロットの興味がなくってスロットに興味がある人からどうやったらお金をいただくかってことはまあまあ頭を使うのは面白かったですねまあ、でもねやっぱりスロット屋も,い,やもういい台を割り振ってもらえないとお客さん来なくて潰れるんですよ でね、スロット屋さんっていうのは、ライバル店ができるでしょ。で、ライバル店の差し金で、こっちのスロット屋のオープンとか、回装日に、もうね、なんかね、仕込みがね、こう入ってきて、一般のお客さんが入れないのに邪魔しちゃうんですよ。そうすると、ライバル店に雇われたやつが、せっかくのボーナス代をかっさらっていくんで、一般のお客さんつまんなくなるんですよね。で、最初の1ヶ月それをやられると、もう客離れしちゃうんですよ。で、あのー、まあ、いい ライバル店の内子が去っていった後はもうペンペングズも生えない感じでもうヘトヘトになってねやめたという経緯がありますで今回お話したいのはその思い込みなんですよあのスロットは中毒性があるこれ本当ですかとタバコは中毒性があるこれ本当ですか私は中毒性があるとはね実はあんまり思ってないんですよただ中毒性があるからってことで自分のやめられない原因を他者に丸投げしてるんではないかなと思いますね じゃあ、なんとか依存症って言いますけども、うん、依存症って何でしょうね。必要だからやってることまで依存症なんでしょうか。例えば私、パンツ依存症っていうのをね、昔、この講義で話したことがあるんですけども、皆さんパンツ開きますよね。パンツの依存症ですね。どうなってるんですかふんどしにしなさいよ。いや、でも機能的にいいから、なんか生活がね、それで成り立ってるから履いてるんですよ。そう、そうなんですよ。だから、 アイドルオタクとかねああいう依存症も依存症じゃないんですよ一時期それが好きでずっとやってるだけですただそれだけでしょ <laughs> 依存症なんですかねそれみたいなことを言ってましたねで今回ねその「ご飯のおこげ」っていうタイトルで書いたと思いますけども「お金がない」っていうドラマですよね「お金がない」にしましょうか「お金がない」っていうドラマは吉谷さんも好きでしょね萩原健太郎とね氷室社長ってのがいましたけども最後に最後の方でね氷室社長が萩原健太郎に これがお前が生活を抜け出す最後のチャンスだよって言って一緒にニューヨークに行こうっていう話なんですよ。その時にちょっと言ったと思いますけどもあのご飯のおこげなんかあれおいしいよねってあの楽しみはなくなったよねっていうふうに氷室社長が言うんですよ。で萩原健太郎はあそんなもんなんですかねみたいな感じでまあ萩原健太郎はご飯のおこげを食べていたその瞬間だったんでねそう言いましたけどもしばらくするとご飯のおこげどころかね なんかいろんなお金がない頃に一生懸命苦しかったけど楽しかったことがだん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 失われていってで萩原健太郎の弟2人はね豪華なタワーマンションにせっかく住めるようになったのにわざわざ昔住んでいた貧乏な小屋の方で寝ることを選んだみたいなねまあそんなエピソードがあったかなとうん私も別に金持ちになったつもりはないんですけども今妙にね幼い頃手に入らなかったものを ネットで探して、高いけど買っちゃったみたいなことが結構ありますね。で、私は2階にね、オタク部屋ってのがあるんですけども、中学の頃とかね、それから高校の頃ですかね、まあ10代の頃に欲しくて欲しくてしょうがなかったものを今、割高だけども、探して買って詰め込んでコレクションしてます。そんな部屋がありますね。そこに行くと、まあいろんな DVD やカセットテープがある。ね、ラジカセがある。うん。ギターもある。フィギュアもある。だけども、 それれにに囲まててただだ椅子に座ってるだけなんですよでまるでねナイトライダーを駐車場に入れてたまに洗車するだけみたいなね本来の使用用途を満たしてないんだけども思い出に浸ってああ俺はあの時の時間を取り戻したなと、まあ、それが今のね私のねなんか生き方になるかなと思いますまあ今ね50過ぎて家庭を運営してるのもきっとですねこれ20代にしたかったことなんですよね 20代ではロスジェネって言われて、私はまあ、20代、30代と、時代や政策に、言ってみれば、奪われたと思ってもいいかなと思ってます。まあ、それをね、全部、他者、他責にするつもりはありません。人のせいにするつもりはありません。状況のせいにするつもりはありませんけども、まあでもね、10代の子と同じ時代が流れていたら、きっと私も、20代で、平凡で目立たない、でも、自分の、刷り込まれた、思い込まされた、 望みのまあそんな理想像を送っていたんだろうなと思いますね、うん、なんか今となってはねそっちも良かったかなと思うんですよというのが今50になりますけども20代で家庭を持って子供がいたら今ね子供は20代とか30代になっていて結構いい関係になったんじゃないかなと思うんですよでも今自分の子供が20代30代を迎えた頃に私はいない可能性がありますからね、うん、まあ コロナ去ってもたまには見に来ようと思いますけども、ただどうなんですかねその頃にあったら私の欲望はどこに行くのか分かりませんねまあそんなところでしんみりと今日も行ってみましょう